こんにちは。今15時半です。大阪駅前に来ています。今日はね、18時半からオフ会です。登山もね、無事に終わったんで、オフ会でたくさん飲みたいと思います。大阪に来たのは3年ぶりですね。全然変わってないですね。懐かしいです。3年前にね、出張できて3ヶ月間ぐらい大阪に住んでたことがあります。大阪のこの雰囲気がいいですよね。居酒屋の料理もお酒も美味しいしね。今日はね、久しぶりに大阪で飲むんで楽しみです。まだ時間あるんでね、オフ会まで、のんびりブラブラ散歩したいと思います。すごいね、あそこにね、行きます。力水が出る。なんか涼しいですね。じゃあでっかい人の顔がでかい。すごいね。梅田スカイビルまでやってきました。展望台にね、よし。すんごいでっかい。きれいな。おいわ。入場料1500円でした。すごい景色がいい。飛行機が飛んでますね。飛行機が見える。これは。ぐるーっと一周回れますね。下もすごい。大峰山、大峰山は向こうの方ですね。これはこっちの方は海が見えます。すごいね。綺麗だ。今17時です。大阪駅前第4ビル地下にやってきました。待ち合わせは18時半なんでね、ちょっとそれまでにちょっと見て回ってお店を探していこうと思います。いや、懐かしいですね。いや、よくここでちょい飲みしたな。懐かしい。ありがとうございます。
頂戴いただいたので。はい。どうですね。はい、どうもありがとうございます。はい、すみません。ありがとうございます。今日もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。いや、どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうも、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございます。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 はい、お酒です。勝つ予選も高瀬まで、ここでね、ちょい飲みします。飲み物、生ビール、中450円。おお、安いね。ワインとかある。地酒や焼酎もあります。お寿司もある。特別メニュー、ハンバーグ。いろいろ、本日厳選総菜。いろいろね。すごいです。いや、私ね、これ初めて。皆さんお疲れ様です。はじめまして、本日は、エフランス登山隊、近畿支部創設と、もうちょっとこちら、YouTube フォロワー1万7000達成の紹介ということで皆さんにお集まりいただきました。今日は遠路はるばる蒲田町にお越しいただいての乾杯となります。まず蒲田町から一言お願いいたします。皆さんのおかげで、ね、頑張っていきます。これからも、ね、応援します。これからも頑張ってください。お風呂場で洗濯してその洗濯物がきれいに落ちてるんだかよくわからないようなご挨拶ありがとうございます。続きまして元エフランクビルメンの浜さんに乾杯の温度をお願いいたします。乾杯しましょう。乾杯。はい、せーの。生でこのうまいの見れて。そうですね、生うまいですからね。あ、すごい。じゃあ、肩早くしたんですよ。いや、肩が今これが切れてたら。そう、あれが参考じゃない。ちょうどあれが切れてたから。そうだね。知らないで入っちゃうんですよね。おしゃれですね。まあ、無理に行ってから行ったら、テンダースも止まってくれるので、よかったです。シャワーがあるのに。シャワーが良かったです。天気良かったです。天気良かったです。ずっと、ずっとやったの。ちょっとこちら、やんでみよう。見たときは、そうなんだな。だしろな、じゃあ、浜の仕事に行って。あのやつを見て、履歴書がどうなの。新職報告の前に結婚報告したら再生回数だけど意表をついて。ああ、なるほど。
だからこそ浜田さんやった失業保険ないんだよ。もう失業保険もないですよ。俺は半年間俺の貯金がほら定期に1000万ぐらいあるから実はだから余裕がある50万ぐらいしかないね。資産感がないもん。そう どうやって登山の費用を認識してるのかなと思って。勝てたいんだよ。お金で。いや、それはそうなんですよ。余計なお仕事を見せましたよ。いや、だけど、探し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 、何があるか。新幹線とかあるの。浜さんが。そうそれ、お金を下ろさないかんって。あと残額出るでしょ。だから、どんどん減ってくるから。心配、心配。あれ、見てしまうんだから。あれね。浜田さんの残額減ってる。みんなに心配してもらう。でも減ってる回だったら次の日に増えてるから。何でもいけるのか不思議なの。定期を解約して。それも良くないと思うんですよ。ああ、行きますけど。実は資産家の御曹司じゃないの、横浜の。じゃあママによる。ママによる。ママが実は帰ってる時、帰りの、お小遣いと渡してもらってるんじゃないの。分厚い封筒で。この後いいわ。うち実家貧乏なんでね。この番組は。はい。父さんとかやるんですか。やってないんですよ。全くやらないにもかかわらず毎回見て毎回コメントだけ。あいつもねコメント。高橋だと東岡さんいつもコメントくれてね。ありがとうございます。強いんだよね。みんな愛あるコメントでね、浜さんの人柄にみんな惚れて、もっと人柄ですよ。じゃあ、これは来ないし。浜さんはさ、何言われてもさ、嫌味なこと言わないじゃん。絶対言い返さないね。この間のライブでちょっと言われた。うつ病のあれ。あ、うつ病ね。なんでコメントだなと思ったら案の定だけどわーっと。あ、でも浜田すごい。人柄ですよ。みんな浜さんの人柄に触れてね。だってはっきり言って登山は役に立たないですもん。まあ。どういう意味ですか。役に立ってます。小屋の状況とか。それを調べていて、食事とかね、移動したので、でもそこからも浜さんが、登山系 YouTuber で、登山してるより、ご飯食べてる方が長い。そうなんですよ。で、いつも浜さん思うんですよね。むちゃくちゃ食べとって、あれだけ全部食べられない。でも最近ちょっとご飯が減ってきたのが気になる。ご飯の量が少ないんで。あれは、減りました。絵的にもちょっとやっぱり大盛りにして、大盛りにした方が絵になるんですけどね。そう、それからそっとちょっとおにぎりにして部屋に持って帰る。消化しきれないんでちょっときつくない。いや、50過ぎたらきつい。あ、そうですね。1万から1000の2万人せないから。昔メッシュ。これはちょっと忘れた。唐揚げ。はい、みんな飲むね。すごいね。誰ですか。炭のグラスを下げしますね。はい、はい、お願いします。ごめんなさい。前ですね。これはなんか砂肝かなん、多分わかんない。頼みすぎてちょっとわかんないです。今日はマンベロ目指すんだ。マンベロね。一応それが結構見えてるんですけど。誰もね。浜田さん来たんだ。マンベロ。八人で八万だ。えらいことになります。えらいことになります。まあ一応それ覚悟はしてきてます。いや、そうですよ。最後にね、マンベロラジオあったんで、絶対1万以上入れてほしい。それで来たんですよ。どうちかける人間。2万円入れてほしい。感じの手出し、見てごらん。歩いてからだ。
サンゴ畑。これでブルーベリー。ごめん、これはみかん。これは梅酒。梅酒ね。今日サンゴ畑どうでした？良かったです。サンゴ畑。のぞきやったんだよ。のぞきのところから。あ、やんなかった。これやってないの。あれ、ね、お期待してたのに。天気の持ってただけ。でもあれやらないと、エジから早坂から一丁落ちて、血だらけで上がってきて、落ちた、うまいって言って、いや痛いって言い返したら、これやればよかったよね。あのロッコーさんも本当に良かったよ。あ、ロッコーさん、あ、ロッコーさん登りだと思ってるんですよね。今度またこうさん来てくださいよ。あ、行きますね。神戸の文化会、神戸の文化会、ロッコーさん、ディープな飲み屋も、あ、はい、新海地へお送りします。新海地へお送りします。はい、今年はどこか登り行きました？今年は奥穂と、あ、奥穂、あの、旅行、あの、旅行の経緯が奥穂の長ヶ崎、あ、長ヶ崎、はい、いいですね。この間鶴見崎で立山さんと結構登ってますね。本当に山さんも見て あ、じゃあ奥穂だけ、奥穂だからさぞ止まりました。あ、止まってない。あ、ここだったらさ、やんとりもなんで、もあれも何回も見たんですけど、西穂の人もあれすごいね。あれはね、ただ怖くない。これもついでに、そんなね、あの、言うほど怖くないですよ。あれすごいわ。もうだってもう最後、同盟したって財布カードがもうデザインカードになってたね。デザインカードになってた。冬だったんだよね。夏日にこう危ない箇所は2箇所ぐらい鎖が、あ、でも冬以外でも縦っぱいに乗れるなら大丈夫。そう、そこでそんな感じですよ。ジャンダルームのね、古木だけ登るような感じですよ。そんなことしてたら、ただ人が少ないんで、あの、印がないんで、あの、道に迷ったらもう戻って、あれも、そうですよね。4回ぐらい私迷いましたから。迷うんです。GPS つけてても、若干なんですけど、若干。そうですよね。すぐ戻って、こっち見たら。雪もちょっと赤くしたもんだけど、あんな雪が残ってると思わなかったよ。マグロのカブト焼き、あ、じゃあお願いします。おお、すごい、ジューシー。あーこれも絡まったら、ね、これも、おお、すごい、あ、多分旬だから、旬、カツオのたたき、美味しそうです。上下お母さん、ちょっと自分がいいねってあんまり分かってない、分かってないおいくつですか？あの、はい、どうも、あ、くぐり、あ、すいません、まだ、まだ、大丈夫、大丈夫、これ、まだ、くぐり、くぐり、くぐり、これは、ワイン、これは、ワイン、大丈夫、大丈夫、大丈夫、カマさんのお母さん、心配かな、病気さえ言うとね、カマさん、ちょっと伸びて、ブルーの時間かけて、あ、そうやね、1時間ぐらいあるだけの量を食べてるんですね。それは大変。いや、もうね、だってあんたかい
休みじゃないじゃん。そうそう。休みだよ。入ってる。会社入ってね。最初3日間一回休みになれなかったもん。でね、普通いや普通なんですよ。それね、ちょうどでね、それ慣れてくるんだよ。それ普通になってくるんだよ。給料はいいですね。いや給料はいいですよ。給料はくれるよ。メルカリないの。休み全然ない。で上げる派手に、大丈夫かね。6時ぐらい帰れたらいいですよ。どうも10年かかるって言うてね。投げ込は大変。それで、すぐやめよう思ったけど、30年やったから。登山会のアイドルと。アイドルと。アイドルと生きたね。アイドル、アイドルは全然、もういつも一人でどっか行っちゃいますけど。だってほら、浜さんが友達のマリさんとか呼んでよ。マリさんはなんか大阪ですよね。そう。神戸。神戸。あ、神戸。あとさんも堺の方だと。あとさんも。幸太郎さんも大阪だし。大阪多いですね。あとなんか藤本さん。フジキングさん、フジキングさん、大阪ですよね。大阪だから。そう。あと、コウタロウさん。ありました。コウタロウさんですね。発症チェックしてました。急に声が出てしまいました。これはどこのやつですか。これはユニクロ。ユニクロ。アミヤミじゃない。モンベル。これはモンベル。これはモンベル。アミヤミじゃない。なんか怪我したね。アミヤミは登山用。登山用。これ着替えてるのユニクロ。あの屋久島行くのに、何で離れたり、なんかこう脱いでくださいってアミヤミになったり。あれを動画で上げてしまったんだけど。そしたら再生回数上がったの。もう取ってしまった。ポテサラ。最強的。ミサイル。出てきたんだわ。あ、すいません。とてもだ。静岡の方が一人だけなんだもん。一人だけですね。今、ホッケーをほぐしてもらってます。すごいほぐし方がね、上手です。いやうまい、うまい。ほぐし方が上手。はい、ありがとうございます。もう持ってていただけ大丈夫です。あ、オッケーです。はい、乗れた。ありがとうございます。はい、はい、ブリカマ。ブリカマです。ブリカマ。お会計56,880円でした。マンベロ行きませんでした。残念。残念やね。残念。残念。10万円近いと思った、ね。8万円超えなかった。あ、そんなもん、そんなもん。はい。そんなもん、そんなもん、そんなもん。かなり遠いね。あ、じゃこの辺で。これ。今夜の21時半です。オフ会が終わりました。いや、とってもね、楽しいオフ会でした。いや、みんなよく飲んで、よく喋りましたね。いや、さすが大阪です。お土産、いっぱいもらっちゃいました。ありがとうございます。もう遅いんでね、新幹線ないんで、今日は快活クラブに泊まって、明日、新幹線で帰りたいと思います。いや、とっても楽しいお迎えでした。ではまた。